えぇー、いや、レパートリーに入ってますよ。うちはマイナービーズですね。ということで、マイナービーズの曲を、これですね、あの実は BBC の曲ばかりやってますけどね、聴き慣れた曲も入ってますけど、あれ BBC バージョンと本当のアルバム収録バージョンって結構違うんですね。ベースラインが全く違うんですね。違いますね。で、あと、まあ、ギターも違ったりね、ドラムも全然違ったりしますね。ハイハットの抱き方とか、まあ、そういったところ、違ったところを気づく方は気づいていただければと。一生懸命我らなりにね、ちょっと真似をしてきたんですが、次のベイビーズもちょこっとギターがちょっとかぶってしまいますけど、ちょっと違うんですね。ちょっとやってみましょうか。間違えました。ということで、次の3曲目も違うバージョンで BBC バージョンでやってみましょう。Sound
Cause baby it's true Baby it's true
僕のことをおしゃべりみたいなこと言われましたけど、あのしょうがなくしゃべって残りの人は絶対しゃべりたがらないんですね。だからしょうがなくしゃべって人前にまずはゆっくりしゃべっていい、ゆっくりしゃべっていい、相当回ってきましたねいい感じですね。ということで、残り2曲ですね、CD に入っているシングル、中から1曲、あと、もう1曲はまた別の曲をやってみたいと思います。Give me love, 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 love.
酸素僕酸素吸いすぎてですね、これはずっとハーブ吸ってばかりなんですね、もうこっちもクラ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 して、二酸化炭素、二酸化炭素ください、塩ぐらいのそんな感じですね、やってみました。クラクラって曲ですね。ハーブ吹きたいって言ってやっちゃったのが失敗でしたね。僕きつくてきつくて、ね、本当に手足がしびれてきてですね、あのいわゆる過換気状態ってやらせてしまって、はい、コンコンですか。はい、ということで、さらになったところで、ちょっとポールさんお休みが欲しいですね。ということで、周りの最後はロックロールで締めたいと思います。これは何のお客さんですか。チャックベリーのカバーのチョコでね、ロックロールですので、見てください。よいしょよいしょよいしょ、行きますよ。はい、それはマイナビス最後の曲です。みんな踊ってください。しばらくお休みして来月はですね、しないで、やります。一応ですね、マイナービーツというので、検索してもらったら、ホームページというか変なブログも出てきますので、それでライブの日程はご確認ください。そう、ブログでですね、アメブロってやつやってるんですけど、あれ検索してくれてる人などんな言葉で検索してるかっていうのが分かるんですね。でよく、マイナービーツという名前で検索してくれてる人もいるんですけど、そちらいらっしゃるベッドビーンズビートルズとかですね、ビートレットビートルズとかそういう名前になってるとかですね、あと面白いの結構あって、前で見たのビートルズのコピーバンド自己満足っていうのが
僕のでやっちゃった人もいましたけど、ね、まあ何かしらいいとこで言えば確かにブログに入ったかもしれないですね。僕ら自己満足のバンドですみたいなですね、そんな感じでやってますので、マイナービーツですね、カタカナでもやってこれますので、検索してやってきてください。今日はどうもありがとうございました。
Okay.